直江さん、あの申し訳ありませんが、どうもです。僕の配信ではなくドキドキチャンネル、ドキンさんの配信の方に移る感じになりますので、こんばんは、よろしくお願いいたします。なのでラケンさん、配信見れないですか、大丈夫ですか。急遽やったんで、ちょっといろいろミスがあるかも。水枝白勇気でいいんですかね、これ水枝白勇気もう読み方が音とか大丈夫ですか、ね、読み方がもうこれトヤさんいないと無理だな。ヨウチさん漢字弱いよね。いやこれじゃこれどなんて読むんですかこれ、シンプさん、これ直江ちゃんさん、こんばんは。あ、直江ちゃんさんこんばんは。わかんない、ちょっといきなり始めちゃってるんでちょっとすいません、いろいろと。さあ、ラケンさん、ラケンさん、ラケンさん、あのお誘いください。今日はですね、りょうちチャンネルさんと、あ、みかんさんが、たちまささんと、急遽コラボ配信しても OK って言ってますけど、上野さんさん、高千穂、そう、高千穂に行こうやとか言われてですね、あ、ね、でもう一途等の方が配信映らないとかいう話だったのでこれだけどじゃドキンさん入ってって言われて、でそっちで配信してって言われたんで、急遽始めました。できればね、よろしくお願いします。収集コメントが収集つかなそうになりますけどね、ちょっと待ってください。絶対つかないよ、だってりょうちさん、私、ドキンさん、お化け夫婦でしょ、ちょっとどっか変えてきます、この時点で5人でしょ。これブゲダンケさんもやり始めたら6とか、あとまだ空いてるんですかね、もう7人揃ってるんですかね。無理無理、あれピーコロさんも配信全然わかんない、来てくれって言われて、配信してくれって言われて、今そのストーリーになってます。すごいなこれは。あらあらあら、まあまあ高千代ドキンもですね、もう超久々なんで、じゃあ私もやるか、いきますか。覚えてないと思うんですけど、いやでもね、私ね、配信しちゃったらね、りょうちゃんって、ね、私も、もう全然配信しちゃってください。うん、PS4 じゃなくなっちゃう。全然いいですよ。ああ、そういうことか。ただパソコンさんの であれば、夜なんですか、あれがあれば。1時間半か2時間ぐらいかかるんですかね。PS4 の画像をパソコンにのの取り込んで、パソコンで配信できるんじゃないですか。まあ、できるのかもしれないけど、今この瞬間ではできないです。VC お任せしますが、誰もフレンドじゃないので入りません。ああ、そっか、そういうことか。ちょっとね。で、そろそろちょっとですね、あ、京姫さんありがとうございます。声を入れたい。すみませんね、今日は申し訳ないです。おばけさんと小麦さん、これ揃ってるのか。おばけさんと小麦さん、そうですね、メンバーは揃ってますね。おばけさんとみかんさん、あれだったらディスコ入れますか。どれどれ、ちょっとドキドキンチャンネル見てみようかな。ちょっと待って、ディスコで入るとやってるわ。ありがとうございます。あらま。やってますね。りょうちチャンネルとコラボ。りょうちさんの声を取りたいな。あ、先に行っていいよ。あ、先に行っていいそうですね。行きましょうか。あ、じゃあ早速ね、高千穂。ちょっと12時待っちゃいましたが、行きましょう。おい。りょうちさんの声を取りたい。ほんとみんな名前が読みづらい。わら。あ、そうそう、両方とも、二度とも登録しないとダメなんです。あ、なるほどね、はいはいはい、ルーチさんの方のこちらに登録する画面ディスコ入れたいよね。大好きチャンネルさん、こんばんは。お主の仲間に前回の高千穂での働きをわしに報告しておらんものがおるようじゃん。大好きさんじゃなくて、どなたちゃんどうしたらいいかな。まあ、にょすいさんか、おばけさんがディスコで画面共有してくれて、こっちで見れるの。ザンズキさんのキャラのどれかですね、報告されてない。どうなることやら。はい、ちょっと待って、私も今ね、ちょっと確認をしてから。あ、私だ。お願いします。OK、すいません、失礼しました。八千代さん、こんばんは。八千代さん、こんばんは。これ、なんか集団会話作った方がいいのかな、これ。バタバタしますけど、まあ、その方が楽だ、楽ですね。ザンツキチャンネルさん、りょうちさんプレステ4のボイチャしてるらしいですね。ちょっと、りょうちさんの方の声に入ったら、まあ、中入ったんですか。こっち入るのかな。へい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 、しんさんよーって。これ集団会話の作り方とかわからない。挑戦で今日テスト配信みたいな感じで見ちゃってください。プレステ4のちょっとまずね、あ、これ映っちゃいけんやつが映る、これ映っちゃいけんやつが映る。ちょっと待って。え、町の見物してくるんですか。チャンネルさん、プレステ4とオブスは声入りませんね。プレステ4と OBS の声入りません。どういうこと。まさかの海鮮の少々さん、こんばんは。あ、海鮮さん、お久しぶりです。コメントありがとうございます。こんばんは。入らないの。じゃあ、うちの施設入ります？みんな。の部音動画。
なんてやつですか、うん、の防音動画って施設、私が普段動画作成用にずっと作ってる常駐してる施設あるんですけど、はいはい、みんなディスクで入ってくれるといいけど、りょうちさんがディスク入れないですよね。いないです、うん、なんて言ったらいいんですか。ノブは漢字で、オンが、カタカナで、動画が漢字。ドギンさんがプレス4で放送ならできると思います。ノブが漢字で、いやいや、あれ、作りましょう、作りましょう。ビークルさん、VC 入る。高千穂でいいですかね。ちょっとやってみるか。高千穂ちょっとやってみます。高千穂で。何事も挑戦。で、うん、ねえ、りょうちさんの声も聞けた方が面白いと思うし。まだ出発しないし。そうこれですかね。ちょっと高千穂見えちゃいけんもんが見えちゃう。俺ドキンさんにフレンド申請していいです。これで決定。プレステ4ドキンさんにはしてアイデンティしてください。検索か。ちょっと待ってくださいね。今後からお願いします。ちょっと待ってください。作成ですね。ちょっとこれを高千穂でワールド内のみ、で決定、どうしたらいいの。あれカテゴリーか。冒険。ちょっと待ってね、俺これ見えちゃいけんのが見えちゃうんですよ。あ、決定。ちょっと待ってくださいね。これでいいのかな。画面がちょっと変わります。なんか会話噛み合わないなと思ったら俺、あ終了とかドキンさんの放送の方ずっと画面ですよ。どっちにするか。ちょっと待ってね。失礼して、申し訳ありません。ちょっといろいろ高千穂作りましたね。ちょっと映っちゃうんで、うん、でまずはこっちのマイクを外してみる。まだ聞こえてる？あ、声聞こえてますか？ワールド内のみじゃなくて非公開の方にチェックしないといけないじゃん。あ、そうなんですか？あ、聞こえてるね、うん、で、こっちのイヤホンをプレステ4のコントローラーにぶち刺す。いや、ワールド内のみだと結構、どうやって変えるの？で、待って、俺は変えてないんじゃないかな。上野ちゃんさん、戻り、聞こえる。で、あ、じゃあ離脱します。ちょっと待って、すごいことしてるよ。これはプレステ4はプレステ4のパーティーチャットに入ってみたりして、放送用のマイクはそのままつけて、公開の方のみにチェック。いけるのか、うん、今私が作った感じですね。すげえエコーになってる。あ、ミカさんが入ってきた。あ、やべえ、プレステが止まった。入ってきてないですよ。で、ボイス茶の、りょうちさんの方に、これ、私の方にみんな入ってきてますね。あれ、まあ、これ5人入ってますよ、僕のとこ。入れるか、これ。それ、一回閉じてもらっていいですかね。で、あ、閉じるんですか、これ。ちょっと待ってください。うん。これを、あれ ?5 人入ってるもん、そっちに。はい、入ってますね。あれじゃあ、なかやん、施設が割れちゃったわ。これいいんやしよ。でも こっち10人入ってるのよ。え、マジっすか。ええ、こっち10人入ってる。どうなってんだ。そっちちょっと潰してもらって。あ、わかりました。りょうちさん、こっち潰してプレステ4でやってる離脱ですね、うん、あ、違う、あ、ごめん、こっち2人だけだった。え、ちょっと待ってください。じゃあもう一回作ります。りょうちさん、もう一回作ります。すみません、ちょっと作成、高千穂。りょうちさんどこでやってんの。高千穂の非公開ですね。非公開にするけど、パスワード入れなきゃいけないんですよ。そうするとこれ一人しか入れない。いらないでしょ。いらない、いらない。あ、いいんですか。高千穂で非公開にチェックして、そのまま決定。パスワードいらない、いらない。りょうちさんとこ入れない、ね、高千穂、うん、高千穂非公開です。うん、どうなってんだ。マリマリさん、本当みんな名前が読みづらい。あら、まあ、ですね、ちょっとお待ちくださいね。今ですね、ボイスチャットの他のパーティーを見る。あ、ドキンさん私とりょうちさんとラケンさんだけが施設に入っているわけですね。だからこれドキンさん、よく分からんな。おい、俺は招待した方がいいのか。なんか一人ぼっちなんですけど、こんな感じかな。は
はい、すいません、大変お化けさん、あ、やってた、これで集団会話4人になってますよ、だってまだ4人になってます。噂の紳士、ジブス、これで入れた。PS4 の領地さんにフレンド申請してもいいですか。うん、本当だ、4人こんばんは。あ、大丈夫ですよ、聞こえますか。誰もフレンドじゃないから VC 一人なんです。わら、聞こえない。オッケー、そう、この施設で説明しますと。高千穂、もしもし。まだ4人しか入ってない。あとだからラケンさん、うん、あと誰か、みかんさん、おばけさん、にょすいさん、うん、とりょうさんが入ってくれる。こんばん、りょうさん、あとはこんばんは、ラケンさん、もしもし。そう、なかなか前に進みませんが、ね、なんだかんだ準備で。あら、聞こえら、聞こえてないな。なんですよ。りょうちチャンネルさんのとこに声出てないよ、俺。今招待してましたけれども、はいはいはい、ドキンさんって配信あっちの方でやってるんじゃないですか。そうなんですよね、俺聞こえてない、ディスコードの方で。いや、うん、多分プレステのボイチャっぽいですね、僕に招待送ってきたので。ああ、そうなんですね、うん。あーさん、前日の生配信お疲れっす。ほら、入ってるよ。さあ、とりあえず準備は OK かな。最初から出てないよ。ドキンさん退出になった。出てないのか。え、無理か。ドキンさんとボイスチャット退出になっちゃってますよ。あ、本当ですか。あ、やべやべ、うん、出てドキンさん、ドキン一人。俺一人嫌だよ。うん、ドキンさんの声は、ちょっと待って、りょうちさんにも私にも全く聞こえてないんですね。あらま、ここに入ったらいいでしょ。ちょっとお待ちくださいね、皆さん。あ、本当はドキンさん入ってきてくれてる。もしもし、入ってきてくれてるけど、声が届いてない。あ、ドキンさん、どうもこんばんは。こんばんは、聞こえますか。聞こえますか。声聞こえますか。ドキンさんの声は反応ない。声聞こえてないの、これ俺なんて入ったの、なんかおかしい。さあ、ひとまず皆さん、あの施設会話の方ご参加お願いします。パーティー設定か。はい、施設高千穂でございます。配信したいんですが、VC お邪魔してもよいですか。高千穂に非公開にチェックを入れてお入りください。レベル調整、今6人かな。伊藤真司さん、ホールインサプライさん、ザンジさん、あとは、まあ、うん、みかんさんかな。みかんさんかおばけさんが入れば大丈夫か。そうですね、ご夫妻が、うん、あとはまあ、もしもし、まあ、だけど、まあ、あと皆さん、ね、もしもし、声入らなくなってた。何こと独り言配信。ドキンさん残念、今日は残念でございますかね。残念。あ、直江さんも、あの、この施設会は一応、ゲーム内でもね、向こうの声は聞こえてるんだけど、かコミュニケーション取りやすいように、もしまだ入ってない方がいましたら入ってるところでください。高千穂非公開ですね、パスワードなしでございます。なんで入れない。さあ、これ施設会はどうやって、この人、あ、分かった分かった、入れない理由が分かったわ。これか、高千穂。もう誰が入ってないのかよく分からん。これでどうだよ。なんかドキンさんからフレンドリクエストが届いたんだけど、フレンドリクエストしないから、これをどうすればいいのかがよく私には分かんないんですよ。はい、行きましょう。じゃあとりあえず行きましょう。神父、それをフレンド受けろよ。神父、お主の方が参戦したのか。神父、俺のフレンド受けろよ。じゃないと俺入れないんだよ。これか。ラケンさん、このととを勧誘しますか。あ、ザンデさん、ちょっとお待ちくださいね。すいません。あ、分かった。オッケー。さあ、高千穂へ移動する。お、これドキンさん？声聞こえました？あ、どうもです。あ、大丈夫ですよ。ドキンさん、どうもこんばんは。あ、入りました。